KDDI エボルバ沖縄ミラクルオラクル日本神話お茶会主催神話コラムニスト赤嶺泰史様。はい、皆さんおはようございます。私はミラクルオラクル日本神話お茶会主催で神話コラムニストの赤嶺泰史と申します。よろしくお願いします。お願いします。実はですね、私の母も倫理のですね普及委員をやっておりまして、以前、はい、子供の時から子供、倫理朝の会とかですね参加したりとか、富士県とか行ったりとかですね、はい、本当にこの丸山俊夫先生のことをお導きで今日はこちらに来れたのではないかと思っております。今日よろしくお願いいたします。本当にまずは自己紹介からさせていただきます。私は、トミグスク生まれのトミグスク育ち、大学はですね東京の亜細亜大学に行かせてもらいました。まあ、沖縄生まれの沖縄育ちですから、もろ沖縄の教育を受けるわけですね。子供の時からもう国旗とか金メダルが大嫌いでした。中学の卒業の時はですね、舞台に挙げられたですね国旗が行方不明になるという、そういう事件も起こったというね、本当に、大嫌いでしたね。本当に歌のね、教科書、音楽の教科書では君がのところにはですね別のこう紙がプリントが貼られたりとかしててですね、本当に、歌ったこともないですね沖縄ではね。そしてそれがですねどこで心からしたかというと、東京の大学、亜細亜大学行った時にですね、亜細亜大学はまあどっちかというとですね右寄りの大学だったんですね。唯一学生運動が起こらなかったという大学でございまして、そこでですね、大東亜戦争の、に関わるですね歴史をちょっと勉強させていただいた時に、日本って戦前は悪いことばかりしてたというねイメージがあったのが、実はその当時アジアというのは 白人たちによって全部支配されて、本当にみんな奴隷だったんだと、そこを解放するために日本人というのは立ち上がったんだと、そういう歴史をですね目の当たりにしまして、もう本当に目から鱗でしたね。もしかしてね自分が教えられたことは本当は嘘だったのかっていう、そういう疑問が湧きまして、その後でもまあいろんな紆余曲折ですね、もう仏教も20年ぐらいやりましたし、いろんな自己啓発もありました。そしてそれでもやはり救われず、沖縄に帰ってきた時にですね、まあ神話というのもいろいろ入ってきたわけです。そしてある時やはり神話勉強しているうちに、本当にこの中にですね今まで勉強したスピリチュアルとかいろんなものがもうみんなあるっていうことに気づいたんですね。もともと日本人には本当海外からいろんなものが来る、ワンネスとかいろんなね何でしたっけ、自分が世界を作ってるとかいろんなこうスピリチュアルな情報が入ってきますけど、そういうのはもともと日本人にあった感性だっていうことに気づいたんですね。それで日本人は本当に日本人ということを思い出せば、それだけで本当に素晴らしく輝けるんだってことに気づいたんですね。それから本当に神話というものをお伝えするようになりました。本当に皆さん、ね、神話お茶会をすると話すとですね、みんな私日本のこと知らないんですって口を揃えて言うんですね。不思議ですよね、ここ日本なのに。どうしてでしょう。本当にみんな日本のこと話すときに自信なさそうに下を向くんですね。で、こういう、ね、現状をまた変えたいと思って活動しております。そしてありがたいことにね、グッドニュース沖縄さんでも神話の記事を書かせていただきまして、おげさまで神話コラムニストという肩書きも、はい、持たせていただきまして、まあ、YouTube も100本ほど上げておりましてですね、本当にいろんな、ね、活動がだんだん広がっている感じです。そして今日のテーマとしては子どもたちに明るい未来を手渡したいということなんですが、本当にまず日本って本当に貧しくなったと思いませんか。だって国際通りとか歩いてると、ね、いっぱい観光客が中国とか韓国とか来ますけど、本当にそちらの方がよっぽどお金持ってるんじゃないかなって気がするんですね。明るいし元気だし。そしてこれ3月の記事なんですが、日経新聞の記事なんですけど、平成17年10歳から14歳の子供の死因がですね、死因が自殺だったそうなんですよ。わかります。日本中で、ね、大人は3万人、
ね、自殺すると、ね、で北海道が1番です、ね、安心したことに日本は沖縄2番です、ね、それぐらい日本人は毎年自殺してようはからんで死んでいく。これどういうことなんでしょうか。こんなにね豊かどっか豊かだ日本人はずっと豊かだったっていう記憶あると思うんですけど、いつの間にか年間3万人これ戦争じゃないんですよ。戦争でもないのによくはからって死んでいく子供たちが10歳から14歳の子供たちがで 自殺が一番の死亡率だ。こんな国ってありますか。本当に悲しいことです。そしてまたですね本当に家族親子が本当バラバラだと思うんですよ。親と子話して全然通じないと思いません。話題が全然通じない。こんなちょっと地域が変われば何を話していいかわからない。共通認識というのはないんですね、うん、本当にバラバラに、分けられてしまいます。自分コールセンターで働いてますけど本当にもう一人一人なんですよね。どん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 協力して日本人というのは、ね、和の精神だ協力だってみんなで力を合わせていたのがいつの間にか本当に一人一人個別にまで削られてしまう。本当に日本人って貧しく弱くなってしまったなってつくづく思うわけです。それでそこをじゃあどうやったら解決していくのかというと本当に神話です。神話を復活させれば皆が神話を語るようになればその貧しさも心の、ね、みんながバラバラというのも実は復活するんです。それをやっているのがどこかというとアメリカなんですね。アメリカンジョークって知ってますか。聞いたことありますよね。アメリカンジョークって日本人が聞いても何もわからないって言いますけどなぜでしょう。実はアメリカンジョークっていうのは聖書をわからないと理解できないんですよ。そう、ね、日本が負けてしまって日本には政教分離といって神話を学校で教えるなと言いながらアメリカは何をしてたかというと一生懸命バイブルを教えたんですね。学校でアメリカは人種のサラダボールと言われるぐらいいろんな国からいろんな人種が入ってくる。じゃあどうやって国をまとめようかとした時にこの聖書つまりキリスト教を使ったわけですね。それによってみんなが共通認識ができ、ね、言葉も通じる会話も通じる話題も通じる。それでアメリカンジョークというのができたわけです。そしてアメリカでは大統領が宣誓する時何に手を置いて宣誓すると思いますか。そうなんですよ。バイブル聖書に手を置いて宣誓するんですよ。ね、どこが政教分離でしょうか、ね、日本には、ね、政治の世界で宗教を語ってはいけないと言いながら自分たちは、ね、バイブルで国民を統一しそして、ね大統領の先生ではバイブルを手を置いている、ね、それだけ宗教というものが、ね、この神話というものが国を一つにするということを日本によって学んでいるわけですね。そして日本にはどんどん神話というのが失われていってしまう。ここでは、ありがたいことに倫理法人会では日本創生これがテーマですよね。ありがたいことです。では日本として日本人としても、まあ、基本的な質問ですねを5つとしたいと思います。日本っていくつですか。簡単に書きますね。日本っていくつでしょう。そして日本は最初の王様は誰。最初の王様は誰だったでしょうか。そして日本の建国の理念って何でしょう。そして、日本が一番大切にしているものは何ですか。最後、日本が最も大切にしているお祭りは何でしょう。これは外国ではですね、義務教育を卒業すれば当然話せることです。そしてこの質問をされてですね、
あの外国の子にね、日本ってから来たんだね、じゃあ日本ってね、建国して何年なの、最初の王様誰って言えなかった、まあ、本当学校行ったの言われます、うん、ね、実際外国に行った子どもたちがですね、こういうこと答えきれなくて、あなたが勉強するのはですね、まず日本のことじゃないですね、海外行って外国のことを勉強する前に自分のことを勉強してくださいと言われて大体帰ってきた、そういう話も。さあまあね、手を、まあ、ちょっとちっちゃくて日本がいくつか分かる人、おいる、あさあ2人、じゃあ日本の最初の王様は誰、言える人、じゃあ日本の建国の理念、お、一人、素晴らしい、じゃあ日本が一番大切としてるのは何、お、一人、素晴らしい、二人、三人、はい、日本で一番大切されてるものって何でしょう、言える人、お、二人、そうですか、日本創生、大丈夫でしょうかだって、ね、これ基礎知識ですよ、超基礎知識、うん、日本人だったら、ね、だって義務教育を行ったら海外だったらみんな言えます、例えば、ね、あ、ね、まあ、アメリカの大統領、初代のワシントンですよね、建国の理念、アメリカは自由、平等、幸福、追求の権利、もう、ね、学校卒業すれば当たり前ですよ、ね、まあ、お祭りなんで、例えばブラジルだったらリオのカーニバルとかあるじゃないですか、国を代表するお祭りがあるわけです、ね、その中 で、 は、ね、で、ね、できれば半分ぐらいでは上がってほしかったんですけど、ね、本当に。ね、そういう状況だから、これをこの状況をおかしいと思ってほしいんですよ、分かりました、海外の子供たちであれば中学卒業すればこれぐらいは言えます、ね、胸を張って堂々と言えますよ、こんな自分の国の、ね、歴史を語ります、だけど日本人は、ね、大人になって大学卒業しても、ね、こんな基礎知識も語れず、みんな私日本のことじゃないんですって恥ずかしそうにしたもん、これが本当に、ね、日本創生につながるでしょうか。さあ、じゃあ簡単、まあ本当はね、あの本当は質問の方を語りたいんで、こういう質問みんな答えられたらサクサクっといきたかったんですけど、まずは基礎知識からいきたいと思います。はい、もう言葉が難しいので、まあ、素直に、まず、裏返しでお渡しした紙を繰り返していただけますか。すいません、アンケートを取る予定だったので、ちょっ と、 ちょっと、最初にお渡ししたアンケート、日本執行アンケートというのがあります。これをちょっと、4つ質問がありますので、丸をつけてみてください。簡単でいいです。直感でいいですよ。日本が、一番、日本が好きですか、ね、大嫌い、嫌い、どちらでもない、好き、大好き。ね、そして、2番、日本人であることを誇りに思っていますか、大恥だと恥ずかしい、どちらでもない、誇らしい、とても誇らしい、そして自分が好きですか、大嫌い、嫌い、どちらでもない、好き、大好き、ね、そして、4番、自分には素晴らしい価値があると思いますか、ね、大マイナス、マイナス、ない、ある、とてもある、ね、この中から、まあ、直感で選んでくださいね、ぜひそれちょっと、後ほど回収したいと思いますので、であと性別ですね、男性女性かで年代の方も書いて丸つけていただければと思います、ね、皆さんも神話を聞く前そのあとのですね、自分のがどれぐらい、ね、日本人としての誇りとか価値とかを感じる、その差をですね、ぜひ体感してほしいんですね、本当に知るだけで気づくだけで、ね、幸せになります、なぜかというとね、例えばダイヤモンドであろうと金銀、ね、宝石であろうと子供が見て価値がわからない子供が見たらただの光る石なわけです、ピカピカの、それがダイヤモンドとわかる、これが宝石だとわかる、ね、ゴールドだとわかる、その価値がわかるから僕たちはこれが素晴らしいって気づけるわけですよ、ね、私たちはこの日本というに住んでること自体がまさにですか、宝の山に住んでると一緒です、ザクザクと目の前に宝がゴロゴロ転がってるのに、それが宝が気づかないからね、世をはからんで死んでいってしまうんですよ、もったいないと思いません、はあ、気づくだけなんです、目の前のものが宝物だって気づくだけなんです、どれほどね、それを知ることで日本人は変わるでしょうか、
楽しみです、はい、ということでまず日本がいくつか、さっき最初に手を挙げた千里さんどうですか。2679歳。そうです、日本は2679歳、紀元前660年に建国されたとされていますね。日本というのは世界で一番古い国です、ね、書いてありますけど2番がデンマークで1000年、3番目がイギリスで900年ですね。なんと中国では至っては70年です。ですが中国4000年って嘘っぱちですよ、ね、テレビからの洗脳に負けないでください。アメリカだって240年ぐらいです。こんなね、ちびっこにですね、2679、3000年近く、ね、世界で最も長く一回も滅びたことのない国が、ね、ものを偉そうにされる筋合いは実はないんですよ。世界で最も長く続いた国、しかも、ね、ずっと男性の系統でつながっているのは日本だけです。デンマークだっていろんな血筋が入り王族どんどん変わってますよ。何々王朝、何々王朝って変わりますね。一党がずっとつながって日本だ。そして2番、最初の王様、ね、あ、素晴らしい、神武天皇ですね、はい、王様といっても日本は、ね、初代から、天皇でございますので、世界で唯一エンペラーを語れるのは日本の天皇だけです。分かりますか。神武天皇が、ね、紀元前660年奈良県の柏の宮で即位された。これが日本の最初です。 それが2月11日、ね、建国記念日です。これが分かる日本人が本当に少ない。びっくりしません。アメリカは独立記念日とか祝いますよね。なんで日本建国記念日祝わないんですか。日本人が誕生した日ですよ。日本人の誕生日です、ね、この日を誰が何した日かも分からない、建国記念日終わってしまう。これが日本なんですね、はい、そして建国の理念、これ言える人一人だけでしたかね。建国の理念、ね、臨時は、ね、の場合は日本の理念の一つです、ね、日本にも建国の理念、これが発行一部というのが日本の建国の理念です。お手元のプリントの方に漢字が難しいのかな、ね、書いてありますが、ね、四方八方、ね、全ての人々が同じ屋根の下にいる一つの家族のように仲良く暮らす、これが、ね、発行一部の精神です。つまり人類みんな兄弟、みんなが家族のように仲良く暮らそうよというのが建国の理念、これを言ったのが神武天皇なんですね。だから日本というのは海外行っても家族のように分け入っていって非常に尊敬されたわけです。自衛隊が何ですか、湾岸戦争とかでいろんな支援とか行きますよね。海外はもう白人たちは使うわけですよ。そしたらもうみんな働かない、だけど日本人は間に分け入って一緒に働く。そうすると地元のこの砂漠の民というのは働かないんですが、本当に彼らはこの土着の人なのかっていうぐらい一生懸命働いて、自衛隊の人が帰るときはですね、もう一番トップの人にですね、もう俺の娘やるからこれ残れと言われたと、で自衛隊帰るなというデモが起こったというぐらいなんですね。それぐらい日本人というのは海外行ってもね、全ての人が尊敬され愛される、これはまさに発行一部の精神なわけです、ね、みんな家族なんだよと、人種は違っても肌の色は違っても教育は違ってもその根っこは全て一つの魂なんだ、これが日本人の考え方です、はい、次、一番大切にするのは何だ。これ小学校5年生の問題です。小学校5年生の問題ですよ。その国で一番大切にしているものは何か、何を見たら分かると思いますか。憲法です。国の決め事、何か決め事をするときに1条から10条の決め事をするとします。一番大切な決め事は何番目にしますか。一番目。そうなんですよ。つまり憲法の一条を見ればどこの国もね、その国が、あ、すいません、平和は9条です。はい、そう、その国の一条を見ればですね、その国が何を一番大切にするかは分かるわけです。例えばアメリカであれば民主の国ですから、ね、民主主義、この国はデモクラシーの国であると書かれています。中国であれば共産党はこの国を治める、
イスラム教の国であればこの国の国教はイスラム教であると書かれているんですね。じゃあ日本の憲法1条は何と書かれているんでしょうか。言える人、言える方、一人、小学校5年生で習います、日本国憲法ね、うん、はい、日本、まあ、答えを言いますと、ね、天皇は日本の象徴であると語られるわけですね。わかりますか。つまり日本が大事にしているのは天皇であるということなんですよ。なぜ天皇か、ね、まず日本といえば天皇であり、日本、ね、天皇といえば日本天皇陛下は日本のシンボルだということなんですね。これは実は神話からずっとつながっている理由があります。これはまた後で神話の方で詳しくお話ししたいと思いますね。実は神話の世界でのお約束が未だにこの憲法にまで一条にまでずっとつながっているんですよ。わかりますか。神話の約束が日本国憲法一条までつながる、すごくないですか。旧約聖書、新約聖書ありますよね。あれは神様とのお約束という意味の約束です。だけどその国はすでにもうないんですね。でアメリカもで、ね、イスラエル、要するにユダヤ人の宗教ですよね、それを輸入したわけです。で世界宗教といいますが、もともとの根っこはみんな滅んでしまっているわけですよ。だけど唯一日本だけいまだに神話から現在の天皇陛下まで、そして我々日本人までつながっている、唯一神話が息づいているというわけですね、日本は。そしてそうですね、この神話、うん、はい、で日本が一番大切にしているお祭りは何か、5番目のですね、はい、言える方ちょっともう一回、2人目、はい、日本が一番大切にしているお祭りは新嘗祭と言います。新嘗祭、勤労感謝の日と今名前を変えられてしまいましたが、戦前までは、新嘗祭と言いまして、日本のですね、収穫祭、五穀豊穣の、ね、感謝を、お祈りする日でして、この日ですね、五穀が、皇室に持ってこられて、そこで天皇陛下が神に神前にお供えして、そして自らも食べられる。で古代では、日本人というのはこの新嘗祭が終わるまでは新米を食べなかったそうなんですよ。それぐらい大切な日だったんですね、収穫祭。そして天皇陛下はね、即位されて最初の新嘗祭のことを大嘗祭と言います。これは天皇陛下一世一代のお祭りで、日本で、ね、最も大切な祭りと言っても過言ではないと思います。この日皇居にですね、特別な社を建てられまして、そしてそこに人根とですね、まあ、神前が作られるんです。そして天皇陛下そこにこもられて、アマテラスの御霊を降ろします。そしてこの秘儀によってこのアマテラスの御霊と一体となるんです。そして真の祈り人として完成して出てこられる、まさに荒人神となられる大切な大切な行事が大嘗祭なんですね。本当に今度の11月23日間に合います。ぜひ参加してください。自分が大嘗祭に参加した時にある癖の強い議員さんがいるんです、県会議員さんですね。まあでもいろいろと癖が強くて、まあ、いろいろ反発は食ってる人なんですけど、その大嘗祭に新嘗祭に参加してるのを見てですね、あ、ね、なんやかんや言いつつもこの人がもう続いてるし、この人は子供もちゃんと議員を継いでるんですね。あ、ちゃんと筋通してるんだ、ね、あ、そういうこと、こういうところしっかりしてるから、あ、このお家は続いて、このね議員の家庭は続いてるんだなってすごく思った、実感した記憶があるんですね。だから日本人としてもうこれはもう基礎知識です、はい、ね、どうですか、ここまで聞いただけで自分の日本ってやっぱ素晴らしいんだなって、ね、気持ちがアップしたって方、そうですよね、そうなん、知るだけでいいんですよ。日本というのはそれだけ素晴らしい国なんですね。はい、ということで、時間は、あと何分話せる？あと20分。20分。ここまでパッと来たのは、はい、ここはもう基礎知識です、ね。皆さんこれを前提にお話ししていきたいんですが、はい、で日本の神話、これは本当に素晴らしいです。本当に日本人の感性、
を、これを読めばですね、本当に理解できるんですよ。これが読み下しの神話ですね。こういうものがありますし、日本語の書き下しで、まあ後で見ていただければと思った武田常康ですね、有名ですよね、こちら宮家の方が書いたものですし、こちらが漫画でですね、本当にこれ古事記の原文に絵をつけたものなんですよ。だから非常に入門としていいのではないかと、僕もこれにすごく助けられます。イメージをつかむためですね。ですのでこういうのをですね、ぜひ何といってもですね、いろんな知識とか勉強していくと、やっぱり原点に当たるというのが一番大事なわけですよ。わかります？いろんな人が書いたアレンジしたものよりもやっぱり原点をたどっていくというのが一番強いです。じゃあ日本の一番の原点って何か、やっぱ古事記です、ね、何といっても日本の原点は古事記。古事記にこう書いてあるよ、もうこれほど強いものはないわけですね。だから本当に日本の根っこ、根底を作るためにはぜひ古事記をですね、アメリカですか、バイブルを読むようにですね、本当にそらんじる、それぐらいになって本当に神話ジョークっていうのが出るぐらいですね。本当にアマテラスは引きこもりだよとかね、お前も引きこもりかとかね、お前もアマテラスかみたいな感じで言うぐらいジョークになるぐらいですね、本当に親も子も、ね、地域も、ね、国が共通認識としてこれを持つということはどれほどの武器になるか。しかも日本発祥の神話ですよね。輸入じゃないんですよ、海外から輸入じゃない、日本からまだ息づいている神話。そして日本というのは神話というものをベースにあるわけです、ね、天皇陛下が、ね、日本、一番大切だと、それはそのバックには何があるかという神話ですよ、ね、天皇陛下がなぜ、陛下に天皇になったかというのは神話を読めば分かるようになっているわけですね、はい、では、ちょっと眠そうな方はね、大丈夫、子供だとですね、こういう話をすると、もう明らかにあくびとかするんですよ。あ、ごめん、ちょっと話変えるからとかってなるんですけど、大丈夫ですね。はい、では、神話のお話をしていきたいと思います。まず、多分初めて聞かれる方も多いと思いますので、ダイジェストで、もう正直、ね、今週22日には、即位礼正殿の儀典のがありましたよね。内外に天皇陛下は、天皇に即位したぞということを明かす日でございます。そして来月には11月23日大嘗祭がありますよね。まさにこの大切な時、このまさに天皇家にゆかりのですね、神話をお話ししていきたいと思います、うん、ですのでその他の部分はダイジェストでお伝えしますので、僕は楽しくお話ししますが、皆さんしっかりついてきてくださいね。よろしくお願いいたします。まずこの世界、高間の原という宇宙がですね、まずあってきまして、そこにですね、雨の水上主という最初の神様が現れます。これが最初ですね。日本の神様というのはですね、神様が作るんじゃないんですね。なりで木に木の実がなるように なってくるんですね。これは絵にしなってなってきます。そしてその、ね、雨の水上主という最初の神様にこうするように生まれなり出たのが高見結日の神、上結日の神という、これはプラスとマイナス、男と女という同じエネルギーでありながら全く逆の性質の神様が生まれます。その神様が、ぶつかり合うことによって次々と神々がこの世界に生まれてるわけです。それが、エネルギーを表す馬車足首彦地の神、そして、国の男たちの雨の男たちの神、国の男たちの神、豊雲の神という神がなりまして、この神々はですね、それぞれ性別のない神様です、ね、一人神と言います。性別のない神様が七柱が生まれます。そしてその後にですね、カップルの女神様が、カップルの神様が生まれるわけです。その五代目がイザナギとイザナミと言いまして、日本版アダムとイブにあたる神様なんですね。だから日本というのは男尊女卑とかないんですよ。もう男と、まずは性別のない神様が生まれ、その後にカップルで神様が生まれたんですね。だからもうセットなんですね、男と女なんですね。そして怒らすと怖い、あ、違う、それは相手にそのカップルのですね、5代目のイザナギとイザナミに対してですね、この地上を見下ろした時に、地上はまだ海の混沌とした世界でした。その時にですね、水に浮かぶ油のようにクラゲのようにね、不定形の存在だった。それを見下ろした神々は話し合って、ね、この地に、国を作ろうと考えられるわけです。そして命を受けたのがイザナギとイザナミでした。イザナギとイザナミは雨のぬぼこという宝石についたです、ね、槍を渡されて、これで世界を作りなさいと命を受けるわけです。
ですね。そして雨の浮橋という橋から地上を見下ろすわけです。そして2人でですね、雨の御子を地方に海に突き入れてですね、この塩をコーロコーロコーロとかき回します。そして引き上げるとですね、その先から塩が滴り落ちて島が起きます。それが小野五郎島という島なんですね。これがまさにケーキ入刀みたいなんですね、夫婦最初の火災だと思います。そこに降り立ったイザナギとイザナミはまず、国を生んでいきます、最初に生んだのが淡路島、そして四国、沖ノ島、九州、そして、厳島、佐渡、そして本州というふうに8つの島を最初に生むんですね。だから日本のことを別名大屋島の国と言います。その後小さな島々を生み、さらにそこに住む神々を生み出していきます、ね、どん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 強すぎイザナギとイザナミは国から生んでいくわけですね。そしてそう神々を生むうちにですね、悲しいことに日の神仏という日の神様を生み落とした時に大やけどを負ってしまうんですね、イザナギは。そしてイザナギの看病むなしく亡くなってしまいます。そしてイザナギはですね、そのイザナミを忘れられず、奥さんですね、奥さんを忘れられずにですね、黄泉の世界まで下っていくわけです。迎えに行くわけですね。そしてイザナミに対してですね、まだ国作りは途中だよ、一緒に帰ろうよ、誘うわけですね。そしたらイザナミは、私はもうね、黄泉の世界の食べ物を食べてしまったから、あなたと帰れません。だけど、せっかく迎えに行ってくれたから話し合いましょう。でも、決して覗いちゃいけませんよ、と言って奥の方に引っ込んでしまうわけです。だけど、でもイザナミはですね、待てと暮らせると出てこないので、ついついですね、神殿の奥に入ってしまうわけですよ。そうするとなんとね、宇治がたかって腐れ果てたイザナミが、横たわっていたんですね。その体には、雷神がまとう場についていました。そしてそれを見たイザナギはってなって逃げるわけです。そうするとそれに気づいたイザナミはですね、よくも思え、私に恥をかかせなと言って地獄の軍団を差し向けると自分自らを追っかけてくるわけですね。そしてイザナギは、命からがらこの黄泉の世界から逃れてきます。そしてその逃れた後ですね、地獄の世界に行って、もう自分はすっかり、汚れてしまったということで、川でですね、禊ぎを行います。その時に、服を脱ぐたびにさまざまな神々が生まれて、身を注ぐごとに次々と神々が生まれます。そして最後に左目を洗った時に生まれたのがアマテラス、右目を洗った時に生まれたのがツクヨミの神、そして鼻を洗った時に生まれたのがスサノオの神、これが三柱の渦の御子といって、イザナギは今まで神様をたくさん生んできたけど、もう最後に最もね、尊い神々を生み出すことしたと喜ぶわけですね。そしてアマテラスには、高間の春、天界を治めなさい、そしてツクヨミには、夜のオスクニという、ね、夜の世界を治めなさい、そしてスサノオには、海原を治めなさいと使命を渡すわけです。だけどスサノオはですね、任されたのに泣いてばかりなんですね。もうひげがですね、胸につくぐらいずっと泣き続けたと言われます。で、嵐の神なので、この世界中が干上がってしまうんですね。で、さすがのね、イザナギもどうしたのたら、お母さんに会いたいと泣いてると、だったらもうこの国をですね、治めることをね、するなと言って追い出してしまうんです。そして、このスサノオはだったら、お母さんの来るいる根の固く作りで地下の世界に行く前にお姉さんに挨拶にしに行こうと言って、一回高物原に上がっていくわけです。だけど高物原は非常に強力なエネルギーの神様ですから、もう地面も揺れる、天界までもう揺れるわけです。びっくりした、アマテラスはですね、もしかして攻めてきたんじゃないかと言って武装してですね、何をしに来たのって迎えるわけです。だけどスサノオはそんなのね、悪い心はないと、ね、挨拶にしてきただけだよと言った時に、じゃあどうやってじゃあそのね、気持ちをね、清らかだということを証明するのと言って、では受け入れをしようという話になります。受け入れというのは占いみたいなものですね。出た結果によって善悪を判断するものです。
そしてイザナギとイザナギ、スサノオとですね、アマテラスは天の安川というと川をですね挟んで対峙します。そして、まずはアマテラスがスサノオの戸塚の剣、孔子10個ぐらいの剣をですね、受けて3つに折ってバリバリバリと噛んでですね、ふーっと吹きます。すると宗像三女神という清らかな娘が生まれます。そしてスサノオがアマテラスのですね、マガタマを口に加えてバリバリバリふーっと吹くと、今度は五柱のですね、男性の神が生まれます。そして、イザナギとでアマテラスはこの5人の、男性の神は自分のね、マガタマから生まれたから自分の子にすると、ね、だから剣の方から生まれた女神はあなたの剣から生まれたから、ね、あなたの子としなさいと言うんですね。そうするとスサノオは、ね、私の剣から、ね、清らかな乙女が生まれたから私の勝ちだと言って、散々展開を荒らすことになってしまいます。その時に生まれたのが長男が雨の星穂耳という神で、これが皇室の祖先になるわけですね。そして皇室の祖先になった雨の星穂耳の、子供がニニギの御事と言います。このニニギの御事がこの地上界においてこの皇室の祖になっていくわけですね。そしてこのニニギの御事がこの地上に降りていくときに、アマテラスは3つの約束をします。これが三大神勅と呼ばれるものです。これがプリトにも書かれていますが、天上無休の神勅、そして豊胸豊祭の神勅、そしてユニワイナフォの神勅、この3つの神勅を下します。その中の一つ、天上無休の神勅、アマテラスの子孫である、ね、皇室が続く限り日本は永遠に栄え続ける、この約束が日本ではずっと守られた。3つの約束全部守られてますけど、そのうちの、天上無休の神勅、これがまさに皇室までつながる約束なわけです。日本は世代が変わり、どんどん権力者が入れ替わっても皇室をずっと守り続けてきましたよね。それはこの天上無休の神勅なんです。皇室があるために日本は栄え続けると、それを守る戦前の日本人はみんな知っていたんです。だから強かったんですね。だから海外の人たちも恐れたわけです。体が小さくて食べるものも貧しいのに、なんで日本人はこんなに強いんだとびっくりしたわけです。その根源の一つがこの天上無休の神勅、ね、皇室が続かれ日本は栄え続ける。そしてこれが憲法に続かれているのが憲法一条、ね、天皇は、ね、日本の象徴である。だから日本というのはですね、神話からつながる、ね、唯一の国でありまして、そして私たちはこの神話の世界に生きる登場人物の一人なんです。だから私たちは神話の世界に生きているので、自分たちが神話の世界に生きていると気づかないんですよ。魚が水の中にいても自分が水の中にいて知らない、気づかないんですよね。それと一緒です。僕たちの生活そのものが神話なので、ね、他の外国っていうのは滅びてしまって神話を外から見てるわけです。だけど僕たちは中に生きているので、自分たちの生き様がそのまま神話ということで気づかない。年中行事という、ね、祝日も基本は宮中行事です。つまり僕らはこの神話の世界をで、ね、年を重ね生きているですね。それをぜひ皆さんもですね、覚えていていただきたいと思います。はい、ということで、かなりもっと話したいことは3倍ぐらいあったんですけど、ここで聞かせていただきたいと思います。ということで先ほどのアンケートですね、右側に先ほど自分の気持ちが1だとしたらどれくらい日本が、ね、自分に対する愛情とかがアップしたか、ね、もう100でもいいし1000でもいいし、どれくらいアップしたかっていうのを右側に書いていただけたらと思います。よろしくお願いします。右側にアンケートの右側にですね、このお話を聞いてどこまで自分の気持ちが上がったかというのをぜひ書いてみてくださいですね。そしてこのお渡ししたですね、日本の基礎知識はぜひですね、これをいきます、ね、これを知ってる本当にあなた日本人って言ってこれを聞いて、ね、答えきれるというのはすごいですよ。うん、ぜひこれから生きる上で誇りの一つとしてですね、生かせていただけたらと思います。ということで、ちょっと時間いっぱいなのでここでお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。